こんにちは。天板アカデミー堀秀夫です。今日はアメリカの Amazon マルチチャンネルでですね、Amazon と書いてない、無地の箱で発送する設定のやり方についてお知らせします。これ独自ショップとかね、eBay なんかで販売する方、Amazon の、ロゴが入ってない方がいいという場合には、この設定をしておいてください。まず、セッティングスレフリフメントバイ Amazon のセッティングスを選びます。次に、マルチチャンネルってところに、エディットを押してですね、見出しのエディットを押すとこの画面になります。そしたらですね、ブランドニュートラル、ここをイネーブルにすると無地の箱で送られます。で、送付状に入れたい、eBay あるいは独自ショップのショップ名があればここに書いてください。空欄だと何も入れられないです。で、送付状に入れたい連絡先とかね、電話番号とかメッセージがあればここに書いてください。入れなければ何も表示されないです。で、この状態でアップデートを押してください。そうすると、この確認の画面が出てきます。これね、1コンポ1ドル追加でかかりますよというような内容とか、今設定した内容の確認の文書です。ここでイエスを押してください。そうすると、このね、サクセスというこの画面表示になりましたら設定完了です。これでですね、FBA マルチチャンネル使って無地の箱で、送れますんで、Amazon の箱だと、ちょっとまずいという場合にはこの設定をしておいてください。以上、天板アカデミー堀秀夫でした。